大丈夫だった？うん、めっちゃ楽しくて。そう、昨日ね、そう、今日ちょっと昨日のお礼とかも言いたくて、皆さんにショールームしたいなと思って。けどね、ちょっとダンスいつもね言ってるんだけどさ、ダンスをねちょっとまだ覚えないといけないから、そんな長くはできないんですけど、まあ、ちょっとお礼伝えてお話しして終わろうかなって。そう、ありがとうございました。わざわざ足元がね悪い中、京都まで来てくださったりとか。そう、大変でしたよね。絶対新幹線とかもね、なんか運行遅れてたりとか。え、浸水した道を初めて走りました。やばい、大変だ、浸水。やばい、やばいよ。大丈夫ですかじゃなくて、大丈夫じゃないですね、それは。よかった、ご無事で。よかったじゃないか。ね、お疲れ様でした。大変だったよね。ね、新幹線も全然動かなくて。そう、だからね、その昨日の京都の別で踊ってる時に、うちわとかも見えて、たこ焼きちゃんとかもね。そう、こんな大変な中わざわざ足を運んでくださったり、こんなたくさんの方がね見に来てくださってるんだと思ったら、なんかそう、また昨日もステージでうるうるしちゃって、ありがとう皆さんってなった。知ってる方もね、何人も来てくださって、美味しかった、顔見れて。めっちゃ楽しかった、ほんと。地元の関西でね踊らさせていただけるのもありがたかった。めっちゃ、そう、しかも、そうそう、初めてね、君はもっとできるの衣装も着れて嬉しかったですね。そう、すごいなと思ったのが、なんかファンの方が、この衣装は誰々の衣装は誰々が着てるみたいなのを、そう、全部ね、書いてる方がいらっしゃって、すごいと思って。そう、しかも、そうそう、リンカもね同じ関西で2人で出れて、もうすごい、本当に。ずっと本番前とかね不安がってたんですけど、一緒に大丈夫って言って確認したりとかね、したりリハやったりして、うん、終わった後お疲れって一緒にギューしました。短期間でね覚えて、すごいなって。ねえ、絶対大変だったのに、本当お疲れ様って気持ちで。関西でイベントやってるし、絶対見に行くからね。ありがとう、来てくれて、うん、本当にね、また出れたらね嬉しいですね。
そう、今回のフェスもね、たくさんこれからもね、いろんなのやらせていただけるように、めっちゃいっぱいね、ずっと自主練行ったりして、ずっと練習してね、次に活かせるようにいっぱい頑張ったから、ね、またいつか機会をいただけたらね、嬉しいですね。そうそう、来月7月に大阪のね、大阪で舞洲のフェスもあるので、ぜひ、私は出れないんですけど、ぜひね、皆さん行く方とかぜひ盛り上がって、ちょうどね、ユニバーサルスタジオジャパンのね、近くだから、ぜひぜひ。なかなか踊れない曲もあったから見たからね。そう、摩天楼とかもね、初めて踊って楽しかった。しかも大声ダイヤモンドとかもね、踊った、めっちゃ楽しかった。大声ダイヤモンドずっとね、聞きなじみのある曲だったので、いつか踊ってみたいなと思って、今回踊れたから嬉しかった。そうそう、大声プルだったんです。だから本当に昨日はありがとうございました。ハピがオラと食事に行った写真、絶対なしで、そう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 、ひろなさんとね、先日ご飯に一緒に連れて行っていただいた時のあげたら、ナッピさんもリツイートしてくださって、そう、なんかお食事に行ってから、なんか前よりももっとね、ナッピさんと仲良くなれた気がね、勝手にしてて嬉しい。で、横浜のお話し会の時に、日向さんとナッピさんと3人でね、ご飯行けたらいいねっていう約束一応してるのでね、それもね、行けたら楽しみです。そう、日向さんともね、久しぶりに会えるかもなんで、めっちゃ嬉しい。会いたい。え、関東のおしゃべり会では、シートなくなるんですか？やっとだ、やっと。そのまま握手 OK なんないのかな。やったーやったね、シートなくなるの本当嬉しいね。ちょっとずつ本当に念願の握手に近づいてるから嬉しいね。そう、あのシート本当にちょっと声が聞こえにくくて申し訳なかった、なんて言ったとかで申し訳なかったから、ありがたいシート、皆さんの声がねちゃんと聞こえるから、
シートなしの時の距離が本当だね、わかんない私も。なんかシートがあったら聞こえないから結構近づいてんとかなってたけど、シートなしってどのくらいの距離保つんだろう近づきすぎちゃいそう。一回あのシートがあったのに、ファンの方とねこうやってハイタッチみたいなシート越しでしちゃってて、警備員さんにあちょっと離れてくださいって怒られちゃった時あったからね、わかんない、また怒られちゃうかも、近づきすぎて大丈夫かな、わかんない。早く会いたいね、ほんと。会ったちゃった、会ったちゃった。早いね、もう6月。だってもう同じ、ね、年月っていうか年月じゃないか、月日を過ごしたらもう1年終わっちゃって、また来年。早い。ね、雨降らないといいですね、ほんと今回は。雨嫌だ。ナピさんのあの写真あげた時もね、あのめっちゃ雨降ってて、もう前髪ね固めたりしてたのにもうぺっちゃんこになっちゃって、うん、なんかええって感じだったけど、まあでもそれを上回る幸せだったからまあ OK なんですけど。そうなの、湿気は本当嫌だ。雨ね、うん。ピザのご飯緊張せずに話した。でもめっちゃ話せましたよ、ずっと盛り上がってました、たくさん笑った。なんかひろなさんが人見知りって言ってて、そう、でも全然人見知り感じないからひろなさんめっちゃ喋ってくださったりしてね、すごい。そうそう、後輩となかなか行かないって言ってて、そう誘うって感じにならないって言ってたんですけど、誘ってくださってすごい嬉しかった。昨日のキャットフェスでウルナちゃんとリンクちゃんが関西出身だから、そうね、なんかそう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 、嬉しかったですね、ありがたい。本当に昨日ね、本当に京都わざわざね足運んでくださった方本当ありがとうございます。本当なんか泣きそうになっちゃった、なんかこんなに大変の中来てくれてありがとうってね。え、時間が開演時間遅れたりとか、ね、本当に昨日は交通が大変だったからよかったです、無事で、無事にお家に着けたかなって本当にめっちゃ本当に思ってたから。ミラーボール
さあ君が大好き僕は癒せる大舞台モンド本当に好き。私その2番のね、あの2番は手をこうやってパッて上げてこうやってやるんですけど、ここを忘れがちになっちゃうからもうずっと練習してた。困難乗り越えて推しに会えた時の達成感ったらないの、ね、あ素敵なお言葉をありがとうございます。本当に困難を乗り越えてくださって、一旦ギフト読みますね。小山さん、ハートありがとうございます。シミラコアットマーク愛家族さん、グッドありがとうございます。小山さん、ハートたくさんありがとうございます。あ、タレゾウさんもハートたくさんありがとうございます。カモメライナーさん、結婚して、結婚してる、結婚してください、ありがとうございます。クワタロ1033、これはピンクのお花かな、お花ありがとうございます。ゆいゆいさん、アジサイだ、アジサイ。タレゾウさん、ハートたくさんありがとうございます。ルクミンさん、しずく、ありがとうございます。たくちゃん、アットマークラートーさん、ハートありがとうございます。りゅうきち、ハートありがとうございます。ぬくみんさん、バラありがとうございます。よっしーさん、太陽ピカピカ、太陽ありがとうございます。りゅうきち、とくちゃん、たくさんハートありがとうございます。ありがとう、すごい、またこれこれ雫だよね、あ、雨か、雨パラパラパラ、ありがとうございます。愛ちゃん、ありがとう。シレコビトさん、太陽ありがとうございます。ピカリョキチさん、これはまたお花、ピンクのお花ありがとうございます。ユーホさん、ミラーボールダンスダンスありがとうございます。あー、リュウキチ、トクちゃん、たくさんハートありがとう。ユイチロさん、タコさん、タコさんありがとうございます。タレゾウさん、ハートありがとうございます。タケタケアットマークレナグナさん、バラ、バラの花ありがとうございます。斉藤さん、ハートありがとうございます。サッティさん、ブホーブホーってどういう動きすればいいの、うーん、そう、待って、今そのどういう動きすればいいんやろって思い出したんですけど、なんか関西にいるとき、私もリンカちゃんもね、めっちゃ関西弁になってた気がする。なんかちょっと喋る言動が全部関西弁になった。でも多分またね、こっちに来てあのロッキーの港とかと喋ったらまた戻っちゃうかもだけど、とりあえずブッホーは、ブッホー、ブッホーむずい、教えてください、誰か正解を。ドクちゃん、アットマークラートーさん、星ありがとうございます。
大規模さん、ハートありがとうございます。ダニーさん、ハートありがとうございます。ハッピーチさん、雨しずく、雨バラバラバラ、ありがとうございます。あ、ブラボー、待って待って、あ、ブラボーだったんですか。すいません、めっちゃブーフォーに見えた。ブラボーか、ブラボー、ブラボー、ごめんなさい、間違っちゃった、読み間違えました、わかりづらくてすいません。いやいや、ごめんなさい、私が間違えちゃったから、ごめんね、謝らしちゃって。私だよ悪いの、全然全然。ブラボー、ブラボー。あと6回で横浜だ、早いね。え、あと6、早い、まだまだだって思ってたのに、早いね。そう、私たちは明日からあのコンサートのねリハが始まるので、そう、今日もね、あのお礼伝えたくてショールームしたんですけど、昨日の、あと皆さん大丈夫だったかなってそう思ったから。そう、でもね、ダンスをねちょっとしないといけないから、明日のちょっと長くはできなくて、もうそろそろ終わっちゃうんですけど、視力悪いんですか。え、もうめっちゃ悪いです、多分 HKT で一番悪いと思う。危ない危ない、うん、そう、多分一番悪いです私。もう何も見えません、外したら。だから視力いい方とか羨ましいなって。もう私ね、ほんとちっちゃい頃から悪くて、もう小2くらいからね、めっちゃ悪くて、ちっちゃい頃はずっとね、小学校とかもずっとメガネだった、こんな感じで行ってた学校もうね、マイナスいってますよ、もうマイナス8点なんぼとマイナス6点なんぼとか、そんなくらいです。そう、だから目がほんと2近くある方とかいらっしゃるじゃないですか、大人になっても。すごいなって、もうそれ絶対財産になるんで、もう絶対ね、大切に、大切にっていうか、多分大切にされてるからそうなってるんだろうけどね、いいなと思います。なんかほんとあられちゃんみたいだね、あられちゃんブーンブーンって言ってそう、このメガネかけてたら。視力悪くなったら悪化のね、え、そうですよね。もう私もね、ほんと一回その悪くなってからもどん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 ね悪くなっちゃって、なんか視力良くなる本みたいなの買ってもらって読んでたり、なんか遠くの山を眺めたらいいみたいなのを聞いたりして眺めてたりしてたんですけど、良くなったのかな、わかんないけど、なんかどんどん悪くなってる気がする。そうです、マイナスとかあるんですよ。
うんちゃきん。そう、私ね、あられちゃん全然あんま見たことなくてそうやって言ってるんですか。なんかブーンのイメージはある。こうやってやって鳥さんポーズ、鳥さんポーズみたいなのして、アフリカだと視力5とかいるらしい。でもやばいよ、ちょっと分けてほしい。半分分けてもまだ 2.5 あるから分けてほしいな。でなんかレーシックみたいなあるじゃないですか、目のやつ。あれ楽だからねしたいんですけど、なんか乱視が入ったらダメみたいな。私乱視も入ってて目なんかダメみたいな聞いた記憶があるから羨ましいんですよね。なんか朝起きた時とかにあの景色が見える感じ、目のいい人。多分悪い人には分かると思うんですけども、ぼやぼやじゃないですか目の前が。あの朝起きて目がいい人の景色をもう一回味わってみたい。松浦見てると視力回復する気がするから助かる松浦指初めてされた。学校の友達ぶりかも眼鏡かけたままね。え、わかる。私もよく眼鏡かけたまま大阪の時とかね寝てて、父とかがこうやって外してね、あの枕のあそこ置いてくれたりしてた。眼鏡ね悪い、嫌だよね本当。視力いいに越したことはないから。骨筋行ってくれて、あー、夜勤頑張ってね、頑張ってください、頑張ってね。30分経っちゃったのかな。もうそろそろランキング読もうかな。そうそう、目悪いとねお金もかかるからねもうやだって。じゃあランキング読もうかな。11位大ちゃんありがとうございます。10位ゆうまさんありがとうございます。9位しるこぴたさんありがとうございます。8位ゆうほさんありがとうございます。7位りゅうきちさんありがとうございます。6位ゆんゆんさんありがとうございます。5位たれぞうさんありがとうございます。4位よし06さんありがとうございます。3位ゆういちろさんありがとうございます。2位たけたキャットマークレアナ軍団さんありがとうございます。1位とくちゃんアットマークレアトーさんありがとうございます。ありがとう。ピッて音に行く。ごめんね、私の時計なんかピッピ鳴るんですよね。なんかその音消したくてショールーム中にね、そうやってねびっくりさせちゃったりとか。あれだから探したんですけどね今日。なんか消せなかった。おおきに、今日もありがとう。おおきに、そう、おおきにってね、昨日先輩方とかなんかなあちゃんが言ってたから、リンカと一緒にねおおきにって動画撮ったりとかしたりね。日頃おおきにって絶対言わないのにおおきにって言ってた。うんうんなんか商店街の方とかお店の方が言ってる以外あんまり大きにって聞かない。うん、
言わない。懐かしかった、すごい京都の街並み素敵だった。もうザ・京都、あの唯一無二の京都感めっちゃ好き。よいしょ。あ、そうそう、見てハッピーセットのね、これ2個目ゲットしました。念願の水鉄砲めっちゃ可愛くないですか。芋虫、まあ実際の芋虫はねめっちゃ嫌いなんですけど、これは可愛い。で本当私悪夢一回見た時に、前芋虫が空からめっちゃ大きい、本当にこれの例えばこんくらいの、私がもっとちっちゃくてこんくらいのでかさの芋虫が空からバーンって落ちてきて、自分の叫び声で起きてくらい、イモムシは本当に怖い。よいしょ。今日は6月4日。お絵かきタイム。そう、念願のねメールに書いてたんですけど、めっちゃ念願、もうほんと楽しみにしてたね。私赤福が本当に大好きな食べ物で、絶対赤福買って帰るってずっと言ってて、そしたらね、まさかのもう帰る新幹線の時はもう遅すぎて3店舗くらい回ったんですけども、どこも売り切れてて八つ橋しか買えなかった。よし。よしよしよし、オッケーオッケー。よいしょ。じゃーん。1位、とくちゃん。アットマーク、ララトーさん。とくちゃん、いつも本当にありがとう。とくちゃんが1位一番たくさん撮ってくれて、猫ちゃんいっぱいかけて嬉しい。ありがとう、いつも。お仕事ね、いつもとくちゃん頑張ってるから。ほんと無理しないでね、ほんとにたくさん美味しいもん食べてゆっくりして、無理だけはしちゃダメですよ。ほんとしんどいなと思ったら、プリキュアうららちゃん呼んでください。すぐ助けに行くからありがとうございました。え、そうそう、これね、思い出したんですけど、あのメールで書いてたじゃないですか、あのハッピーセットのやつにおもちゃだけ入り忘れてたみたいな。そうか、あ、水が、そう、これそれのやつです。
入ってなくて次の日取りに行ってもらえたやつ。かわいい、ありがとうございました。ごめんね、もっとねいつもねゆっくり話したいんだけど、いつもねこんな感じでバタバタしちゃって、ちょっとね明日のリハのちょっとダンス頑張ってきます。あ、そうそう、でもね皆さんに聞いてほしいことがあって、なんていうの、なんか今回の違う違う、あ待って、なんでもない頑張るね、ちょっとありがとうございました。ありがとう皆さん。バイバイ。明日からね、平日始まるからお仕事とか大変だと思うんですけど、学校とかね無理せず一緒に頑張ろうね。またね、ありがとうございました。ぜひショールームとツイッターのフォローお願いします。バイバイ。ありがとう皆さん、忙しいのに見に来てくれて。バイバイ、ゆっくり休んでね。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。